こんばんは。お化粧品で日本一周。今日ご紹介するのは三重県の榊原温泉、温泉のしずくというお化粧水です。こちら榊原温泉にみんなで行った時に会って、あ、これいいなと思って買ったんですけど、こちら榊原温泉の温泉水とラベンダー花水とローズマリー葉エキスが入ってる、すごくシンプルなお化粧水です。では早速使っていきましょう。液自体はそんなにとろみなく、さらっとして本当に水みたいな感じです。で、香りはラベンダーの香りが少し香るぐらいで、ほとんど香りはしないです。たっぷりつけても肌なじみがいいので、それでいてすごいしっとりするのでおすすめです。はい、こちらの化粧水なんですけど、榊原温泉に行った時にみんなで化粧品を全部忘れてきてしまって、これだけみんなで使ったんですけど、そんなにこうクリームとかをつけなくてもさっぱりしていて、結構潤いがあるねってみんなで言った思い出があります。榊原温泉にお越しの際はぜひこちら使ってみてください。今日はね、イニスフリーのグリーンティースリーピングマスクを化粧水の後に塗って終わりにしたいと思います。こうジェル状のマスクなのでいいかなと思います。はい、お化粧品で日本一周なかなか進まないんですけれども、ご当地コスメいいのがあったらぜひ教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。